おはようございます。タイガーです。今だいたい朝の5時なんですけど、今日はね、サッカーがない予定だけど、もしかしたら練習が入るかもしれないんですよね。まだどうなるかわかんないんですけど、とりあえずね、起きて朝食を食べていきたいと思います。朝ごはんこんな感じなんですけど、お味噌汁と、あとアミノバイタルですね。チーズリゾットに無理やり鶏肉をね、ぶち込みました。朝ごはん食べたらちょっと洗濯をね回しに行きたいと思います。今ねホテルのアパートメントみたいなとこ借りてるので洗濯機がないんですよね。で、近くのコインランドリーで、回してるんですけど 普通に1週間ぐらいだいたい貯めるんですよ、洗濯物で1回で回すんですけど、料金がめちゃめちゃ高いんですよね。なんか15ユーロぐらいして、日本円にしたら普通に2000円ですからね。そんな、なんかコインランドリーって300円ぐらいだろうと思うんですけど、なぜかね、オーストリアのコインランドリーめちゃめちゃ高いです。いや、味噌汁ね、持ってきてよかったっすか、日本から。やっぱ朝味噌汁飲むとね、心の落ち着き具合がちょっと違うかなって。チーズリゾットうますぎるぐらい。いや、なんかもうね、洗濯物に溜め込みすぎてやばいことになってます。もう紙袋にね、全然入りきってないですね。このパンパン具合わかるかな。これね、重さもかなりあるんですよ。片手で持てないレベル。ちょっとね 行っていきたいと思います。洗濯機はね、こんな感じで置いてあるので、今から使っていきたいと思います。洗濯物もね、とりあえず入れていくんですけど、結構これね、容量がなんか多いので、たくさん入っても大丈夫かなって感じです。8キロまで OK らしいので、割と満タンになったので、こんな感じで締めて、あとはね、この自分で選ばないといけないんですけど、この60度のブンとベッシェってやつですね。その後にね、この自動販売機みたいなとこで、このベッシェってとこで、僕は7番だから、ここが7番の6.3ユーロ。今重大な事実が判明しまして、その機械でね、洗剤が売り切れてたんですよ。だから 回せなくて洗濯機。しかも今朝の6時で、スーパーマーケットはどこも開いてないんですよ。8時からだいたい開いてるんで、大ピンチなんですけど、今10分ぐらいかけてね、ガソリンスタンド来たので、そこでね、ちょっと売ってるか見たいと思います。しかもね、こんなクソでかい16ユーロとかで2000円のしかなくて、小さいサイズがないんですけど、もうこれ買うしかないですね。さすがにね、1回の洗濯のために 1650ml のね、洗剤を買うとは 思っていませんでした。無事に洗濯がね、開始しました。30分ぐらいね、かかりましたね、この回すまでに。40分ぐらいね、待ちたいと思います。まあ、クロワッサンマジでうまいっすね。次は乾燥機を使っていくんですけど、結構でかいんですよね、乾燥機の方が。洗濯機より、トロッケンってとこですね、これが乾燥なので。で、僕の番号13番だから、これか。なんでヨーコなのか分かんないですけど、乾燥はね、4.2ユーロで30分で。次に温度調整していくんですけど、80度だとちょっと暑すぎて、服がね、ちょっと傷んじゃう可能性あるので、60にしました。で、時間は30分ですね。で、これでスタート。これで、今洗濯が終わって帰ってきたんですけど、これからね、コロナのテストを受けに行かなきゃいけなくて、何かね、その必要な時は48時間以内の証明書が必要で、それ以上だとね、有効じゃないんですよ。だから必要な時はその2日分をテストしに行くんですけど、これからね、その予約をしたので行ってきたいと思います。今テストが終わってね、無事に陰性でした。検査ね、結構きついんですよ、鼻に入れるから。普通にみんな簡単とか言ってるけど、僕ね、すごいなんか鼻からやるの嫌で痛いんですよね。正直ね、この陰性証明書を毎回必要な時に受け行かなきゃいけないって考えると、なかなかね、生活するの大変だなって感じてます、今。もちろん全てのところで必要なわけじゃないんですけど、レストランだったり、サッカーもそうなんですけど、そういう必要なね、場合があるので。ちょっとパスタで使うザルみたいのをね、使いたいので買いきました。なんか家具ばっかでね、パスタ茹でるやつなんて全くなさそうで、階が違ってね、1階にあるらしいですね。
3階キューヘって書いてあるんですけど、なぜかいっぱいね。多分ねこのザルでいいと思うんですけど、値段いくらだ、6.9、まあ、800円ぐらいです。これ1個買っていきます。今レジで買ったらなんか9ユーロぐらいしてね、3ユーロぐらい高くなってました。だから500円ぐらいね、ちょっと多めに払ったっていうか、まあ、あの表示がね違ってたか分かんないですけど、まあとりあえずねパスタ茹でれればねそれでいいかなって感じです。今日はこれからねとあるクラブに練習参加するかもしれないんですけど、天候の関係でねまだ分かんないんですよね。まあ準備してちょっとご飯も今からもう食べるんですけど、町からかなり離れてるので、まあ、交通手段がねなかなか大変なんですけど、まあ、ちょっとね決まり次第準備していきたいと思います。ということで今から練習に行くんですけど、僕がこの前参加していたエスファオドナウというチームは、まあ、チームマネージャーと話し合った結果、その移籍期間とか、まあ、費用的な面もあって、まあ、なかなかね1回のその練習とか2回の練習で、まあ、そのすぐに獲得っていうのが判断できそうじゃないので、今日はね違うチームに行くことになったんですよね。で2チームからちょっと練習参加のオファーをもらったんですけど、まあ、その中でもねちょっと遠い、めちゃめちゃ遠いとこと、まあ、ちょっと遠いとこあって、そのすごい遠いところに通うのがなかなか難しそうだったので、割と町から近いチームに今日は参加しに行きたいと思います。それでは行っていきたいと思います。今日練習参加するクラブはディナモというチームなんですけど、リーグ戦でね結構上位にいるクラブなので、すごくね楽しみです。海外に着いて3週間目になるのかな、まあ、4チーム目の練習参加なんですけど、まあ、自分のね今できる力を全部発揮して頑張っていきたいと思います。人工芝グラウンドが一面と、奥にあるのがね多分サッカースタジアムだと思います。まあ、グラウンドに着いたんですけど、スタジアムが一面と人工芝一面って感じです。結構いいクラブハウスもねあるので、あのスタンドとかもすごい、なんか肉ね丸焼きで焼いてます、なんかクラブハウスで。練習が今終わったので、これからね電車でちょっとホテルに帰りたいと思います。ということで今ホテルに帰ってきました。今日はねリーグ戦で上位のチームに参加したので、まあ、感想としてはねすごくレベルが高かったです。なんかワンタッチツータッチのプレーが、ドリブルとか技術ある選手が多い中、そのすごい判断がいいんですよね。だから寄せのスピードとかも速いし、パスのスピードとかも速くて、結構ついていくのに大変なようなチームで、成長につながるね練習だったんじゃないかなと思います。チェコ一部でプレーしてた選手とかもいて、その選手はねなんかトップ下だったんですけど、そのねめちゃめちゃ上手かったんですよ。僕もトップ下だけど、その選手はねマジで上手いと思いました。なんかキックの質が違って、もうワンステップでなんかやばいシュート打つんですよ、ハーフラインぐらいから。それでね決めてたんで、まあ、なんじゃこりゃっていう選手だったんですけど、でね今日はポジションですね、ポジションから始まって7対7のポジションをやりました。フィジカルとスピード面だと、僕が前回参加した3チームより今日行ったチームの方がなんか速くて強かったですね。だからポジションとかの時に寄せがすごい速くてね、何回かボールを奪われてしまったんですけど、もっと判断をね早くしなきゃいけないなと思いました。ポジションが終わった後になんか天候がねめちゃめちゃ悪くなって、雷のね大雨になったんですよ。だから一回その練習が中断してしまって、今日はね練習量がかなり短かったんですよね、普段より。その後雷が止んだので最後ゲームをしたんですけど、まあ、ゲームではねその1ゴール1アシストぐらいできて、結構ねその結果としては良かったんじゃないかなと思います。ただ課題としてはもうちょっとそのディフェンス面で、ハードワークしてボールをね奪いに行かなきゃいけないなって思っていて、というのはね、トップ下とかって、その攻撃面じゃなくて、ディフェンス面ってすごく見られてるんですよね。いかにボールを取れるかっていうのは、やっぱりヨーロッパで評価される点だし、まあ、そういう面ではね、自分はもっとそのディフェンスにも力を入れないといけないなと思いました。僕はオーストリアに1ヶ月の挑戦というかね、4週間で来てるんですよ。で、今だいたい3週間目にもう入るので、あと1週間ちょっとしかないんですけど、まあ、その中で移籍期間の問題だったり、まあ、今回はねコロナなので多くの選手があまりその移籍をしないんですよね。だから自分のチームに残る中で補強で入れる選手っていうのが、
かなり割合が低い感じなんですよね。なのでかなりのインパクトを残すプレーだったり、まあ、衝撃的な選手じゃないとサッカーでお金を払って契約してもらえる場合ってやっぱり簡単な話ではないですし、難しい状況ではあるんですけど、あと1週間ちょっとね、自分にできることを全力で頑張っていきたいと思います。まあ、今日監督とも話したんですけど、まあ、まあその技術面ではねやっぱりその結構できるっていうことは、まあ、どのチームに行っても評価はされるんですけど、まあ、フィジカル面だったりそういうところですね、インパクトがねもうちょっと必要だっていうのは、自分でも感じています。おそらくまた明日ね練習があると思うので、今日はしっかりと休んで、準備していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではさよなら、チュース。